こんにちは、ピコです。今日は私の大好きなアフリカンフラワーを三角形のモチーフにしてみました。それではやっていきます。と今日は、4色好きな色の系統を選んでもらって、用意します。で毛糸の太さはいつもと一緒で8プレイ、2本の中太になります。で使っていくかぎ針が4ミリのかぎ針ですね。それでは最初マジックリングからのスタートです。ビニ巻いて刺して押さえて、でマジックリングから鎖3目で立ち上がります。3チェーンで隣に長編みを1つ、1ダブルクロシェで、その後鎖編みが1回、1チェーンで隣に今度は長編みを2回、2ダブルクロシェ、はい、でまた鎖編み1回、1チェーン、また隣に長編み2回、2ダブルクロシェ、で隣にまた1個鎖編み、1チェーン、でとこの2回長編みをした部分、これが全部で6個ここに入ります。なのであと3回繰り返します。はい、1周編めたらこういう風になってると思います。で、まずこのスタートしたマジックリングの紐を引っ張って真ん中の部分を小さくします。で、このままつなげていきます。と、つなげるところは、このスタートした最初の鎖の1、2、3個目ですね。ここにつないでいきます。これは引き抜き編みです。スリップスティッチ、ね、でそしたら上でもう1回鎖編みを1つ、1チェーンで糸を切って次の色に変えていきます。はい、じゃあ次の色を持ってできて、次はここの鎖編みをしたところのこのスペースですね。ここどこからでも始めてもらえます。ここに刺して、引き抜いて、鎖目3目で立ち上がります。3チェーン。同じ穴に次は長編みを入れます。1ダブルクロシェ、でその次が鎖目1つ、1チェーン、でまたこの同じ穴ですね、ここに今度長編みを2回入れます。2ダブルクロシェ、
このまま今度はこの隣の鎖編みのところですね、ここに長編みを2回2ダブルクロシェ、で鎖編みを1回1チェーンで、また2回長編みです。2ダブルクロシェ、これをまた1周ずっと繰り返します。はい、1周編んだらという感じになってると思います。そしたらつなげていきます。つなげるところはスタートした最初の鎖目の3個目です。 1,2,3rd one、 ここですね。ここにと引き抜き編みをします。スリップスティッチ、でこのままもう1回隣に引き抜き編みをします。スリップスティッチ、でここまでですね。もう1回引き抜き編みです。スリップスティッチ、たらここから鎖目3目で立ち上がります。3チェーンで、この真ん中の穴の部分に、あと6回長編みをします。6ダブルクロシェ、1回、2回、1,2,3,4,5,6,7、 全部で7個ですね。最初はこの3目立ち上がりの鎖編みでトータルで7個になります。ただまた隣ですね、隣のこのここに7個同じように長編みを入れていきます。7ダブルクロシェ、5,6 で、このままと1周また同じように編んでいきます。はい、1周編んだら全部でこの花びらみたいのが6個あると思います。1,2,3,4,5,6。それではつなげていきます。と、このスタートした最初の3目の 1,2,3rd one ですね、3個目の目に刺して引き抜き編みをします。スリップスティッチ、で上で鎖を1つ1チェーン、はい、次はまた色を変えていきます。とまず作り目を作ってで、
始めるところはここの一番右側の目、ここの一番右側ですね。これはこの一周どこからでも始められます。ここ、ここ、ここ、ここでもいいです。で、まずここに刺してと細編みをします。シングルクロシェで、このままと全部のこの上に細編みを入れていきます。全部であと6回です。6シングルクロシェ、そしたらここですね。次は長編みをこの下の部分に入れていきます。この間です。ここですね。ワンダブルクロシェ、たら今度はまたここから細編みです。次は全部で7回細編みを編みます。7 single crochet、 1 2 3 4 5 6 7で、次、さっきはここ長編みだったんですけど、今度は普通にここにもう一回細編みです。 1 single crochet で、このまままたここ7回長細編みで、ここが長編み7回細編みで、ここが細編み、繰り返します。はい、一周編めたら、こういう感じで長編みの部分が1、2、3回で、細編みの部分も1、2、3回、こういう風になってると思います。そしたらこのままスタートした最初のこの細編みですね、ここのトップに刺して引き抜き編みをします。スリップステッチで、また上でワンチェーン鎖一つ作ります。はい、こういう感じです。はい、次はここ外回りを編んでいきます。で、ここで次の色に変えていきます。次の色スタートするところはこの長編みの上の部分です。ここに次の色を持ってきて、で、鎖目2目で立ち上がります。2チェーンで、次細編み3目、3シングルクロシェ、はい、2回、3回で、隣が中長編みが2回、2 half double crochet で、長編みが2回、 2 double crochet
ここの、細編みのトップの部分、ここに、コーナーを作っていくので、ここは、長々編みが2回、2 triple crochet、 1回、で次鎖編み2回、 2 chain、 でまた同じ穴に2回長々編みです。 2 treble crochet、 たら次は隣に長編みが2回、 2 double crochet、中長編みが2回、 2 half double crochet、 で次細編みが3回、 3 single crochet、このまた、長編みのトップの部分、ここに、中長編みを1回します。 1 half double crochet、 でまたここ細編みが3回です。 3 single crochet、これをまた繰り返していきます。隣は中長編み2回、長編み2回、コーナーの部分が長々編みです。はい、形が三角形になってきたと思います。そしたらつなげていきます。つなげるところは最初の立ち上がりの2目の2番目の目ですね。1、2、セカンド1、ここに刺して引き抜き編みをします。スリップステッチ、そしたらこのまま鎖目1つ編みます。1チェーン、でこの横のこの同じ目ですね、ここに1回、細編み1つ入れます。1 single crochet、2回、3回、4回、あと3回細編みです。1、2、3、で次が中長編みです。中長編みを2回、 2 half double crochet、次長編みが3回です。
3 double crochet。 1回3回で、コーナーの部分ですねと、ここ長々編みが2回2 triple crochet、で、今度は鎖目1つです。1チェーン。で、また2回長々編みです。2 triple crochet。で、このまま今度はここ3回長編みです。3 double crochet。 で、次が中長編みが2回です。 2 half double crochet。 で、次細編みが9回です。 9 single crochet。 3 4 5 6 7 8 9。 次はまた中長編みが2回 2 half double crochet。 で、次長編みが3回 3 double crochet。コーナーですね。長々編みが2回 2 triple crochet。 で、鎖編み1回 1 chain。 で、また2回長々編みです。 2 triple crochet。 はい、これをここの最後までまた繰り返します。はい、一周編めたら最後つないで完成です。つなぐところはここと、最初一目立ち上げているので、その隣の目ですねと、ここの立ち上げの隣、ここに刺して最後引き抜き編みです。スリップスティッチで、このまま鎖目1つ編んで、ワンチェーン、
閉めて、はい、これで完成です。お気に入りのタイプの、アフリカンフラワーで作ったトライアングル、これすごくおすすめです。珍しいので皆さんも作ってみてください。でこのあとまた後日、今度は小さめの三角形のアフリカンフラワーをアップしていきます。